皆さんこんにちは、ニューロン TV のお時間です。はい、本日もですね、私の動画を開いていただき本当にありがとうございます。今回は、私が制作した迷路ゲームをやっていきたいと思います。で、今回はですね、すいません、制作の方法とかは詳しくは教えられないんですが、実況だけとなってしまうんですね。そこをあらかじめご了承ください。はい、ということで、まずはですね、パソコンを開いて準備しますので少々お待ちください。よいしょ。ですね、こう開くと溜めてくると、はい、では、ユニティチャンネルゲームやっていきたいと思います。こちらのアセットはですね、私の開発部の知り合いからいただいたものでして、なんとユニティちゃんが、走ったり、飛んだりするんですよ。これはなんかゲームに使えないかなと思いまして、今回の私は迷路ゲームという形でね、作ってみました。はい、では、まあ、中身はですね、元はこのユニティちゃんとカメラと、この芝生のテクスチャーが施された、プレーン、床ですね、はい、なってます。で、基本移動に関しては、まあ、ちょっとやってみましょうか。ですね、移動に関しては、キーの W と A と D のキーで動きます。W で前進して、D で、右旋回で、A で左旋回ですね。S は、まあ、基本交代で使うんですが、今回は S は交代できないようになっています。これ十字キーでもちゃんと右、左旋回、右旋回、前に。あとは、スペースキーを押すとですね、なんとこう、ユニティちゃんが飛ぶんですよ、こうやって。ほら、で、前に進みながらでも、こう、前進して、ちょっとジャンプしたりとか、はい、こんな風にできます。まあ、これを使って、今回、迷路を作ってみました。私が用意したのはですね、この、まずは、フリーロックカメラ。はい、これは、まあ、要するに、ユニティちゃんを追従するカメラですね。で、あとは、こちらの、迷路、はい、これは、まあ、見てみますと、まずこの、スタート と、フィニッシュで、まあ、迷路の絡めたら、マップですね。まあ、この3つのポリゴンを私はブレンダーの方で作りまして、であとは、こちらまたガレージバンドの方で、BGM を作りました。あとはアセットストアからの配布されているこのスカイのマテリアルですね。これをポンって入れますと、こんな風に、はい、空ができました。綺麗ですね。ミニちゃんも可愛い。あとは、こちらタイマーというスクリプトを作って、これはですね、まあ、要するにゲームが開始したら、タイマーが、まあ、ストップウォッチが、始まりまして、で、まあ、何分でこうゴール出てきたかなみたいな、そういったもののタイマーを作りました。はい。では、私のゲームの方をやっていきましょう。ゲーム画面はこちらになります。左の方は、シーンスクリーン、これは迷路の上空から撮影したものですね。で、右側がゲーム画面になります。これでね、やっていこうと思います。で、左のこのシーンのスクリーンはですね、私が見てしまうとどこにいるか分かっちゃうので、それだと、まあ、つまんないんでね、皆さんにだけ見えるように、私の方では、はい、こんな風にですね、見えないように紙で覆っております。はい、ではやっていきたいと思います。まあ、でもこれね、私作ったの去年なんですよ。なんで全然迷路の形とかも覚えてないです。ちょっと難しく作ったかもしれないです。それもちょっと分からないです。なので、まあ、やっていきましょう。はい、 Here we go。 さあ、始まりました、ユニティちゃん迷路。まあね、こんな風に動いていくんですけど、いやー、どうだろう。あ、もう準備できました。こっちが、あ、行き止まりだ。戻りましょう。戻るのはちょっと遅いな。で、今度はちょっとまっすぐ突っ込む。うんうん、あ、こっち、ここ行って、あ、すごいな、左右にあるな。とりあえず右行ってみるか。お、進む進む。これまっすぐですね。まあ、大体私から見て右の方向にゴールがあると思うので、そっちに向かっていきましょう。
さあ、皆さんから見て私はどこにいますかね。いや、なんかとんでもないところにいたら恥ずかしいですけどね。まあ後で見返して入店します。さあ、またこっちに来たぞ。こっちから。あ、これは行き止まりですね。頑張れ、ミティちゃん。今度はこっちはどうだろう。どうだ、行けるのかな。お、こっち来た。お、進めましたね。でもこっち側行くとどうだろう。よいしょ。ごめんなさいね、ちょっと操作がないです。お、この広間覚えてる。なんかもうゴールに近いはずだ。こっちかな。進みよう。このね、大きい広間に確かゴールに近かったり。さあ、どうだろう。これで、おっ、フィニッシュー、ゴールしました。やったー。まあ、だいたい1分15秒とか10秒とか、あ、じゃあ110秒ぐらいですかね。まあ、ゴールしました。はい。でですね、皆さん、ユニティちゃんのとある機能を忘れてませんかね。はい、まあ、ある機能がありまして、それを使うと一瞬でいけちゃうっていうね、ちょっとチートっぽい性能を誇ってまして、ちょっともう一回やってみましょう。いきますよ。さあ、進みますね。まあまあまあ、ここまでは普通にいっていい。さて、ユニティちゃんもやっていきますか。無限の彼方へ、さあ行くぞ。はい、なんとですね、こんな風に、そう、空ってか、まあ飛べちゃうんですよ。ジャンプする機能をね、これ高くすることによってこうやって上に行けてしまうので、まあもう丸分かりですよ。迷路の状況がこんな感じで、ほら、ジャンプすごい。おい、はい、ゴール。はい、37秒。こんな感じですね。はい、ゴールしちゃいました。いやー、なんかもうすごいジャンプしますね、こうやって。おう、ジャーン、すごい飛んだ。え、あれ、あれ、あ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 れ、ユニティちゃんがどっか行ってしまった。あ、あ、あれで、申し訳ございません。ユニティちゃんがですね、無限の彼方へ行ってしまいました。はい、ということで、急遽ちょっと中止になってしまって、はい、すいません、本当に申し訳ないです。はい、ということですね、ちょっと中途半端なんですが、どうですかね、ユニティちゃんの迷路ゲームはいかがでしたか。まあ、結構シンプルな作りになっててですね、まあ、飛ぶのはちょっとそれはまあ置いといて、まあ、シンプルな形で作らせていただきました。はい、ね、すいませんね、ちょっと制作の方 の, あれ説明とかできなくて、ちょっとお時間の問題もあって、私 の, 進捗ね、ちょっと遅くなってしまって、ですね、まあ、今私がちょっとこの実況を知ってみて思ったんですけど、あれですね、まだ皆さんにモデリングのお話をしてなかったですね。ちょっとそれをすっ飛ばしてゲーム制作の方行ってしまったんですけど、まあ 3D モデリングとは何ぞやとお話しますと、3次元グラフィックスにおいてですね、こうモデル、まあ、物体の形状を制作することでして、まあ分かりやすく言うならば、皆さんが多分ご存知なトイストーリーという、あれですね、ピクサーのアニメ ありますね。あれのウッディとかバズっていうのは、まあ、今でいうフィギュアみたいなのをこう作って、それを動かしております。あ、妹からなんかメールが来たみたいですね。ちょっとそれは置いといて、その、フィギュアなんかをこうモデリング、まあ作ることをまあモデリングと言うんですよ、わかりやすくとね。あとはこうゲームで言うなら、ちょっとカプコンさんをメインに言っちゃうんですけど、ストリートファイターだとか、モンハンの、ドラゴンやキャラクターはですね、あれも全部モデリング、まあポリゴンで作られております。はい、なんでですね、また機会があれば、まあ、次回とかちょっとできたらいいんですけど、モデリング講座なんかもね、やっていきたいと思います。ちなみに私が使ってるソフトは、ブレンダーというものでして、 Mac、Windows どちらも無料でお使いになれるソフトでございます。はい、ということですね、まあモデリングの話はまた後々ということで、今回の、迷路ゲームの実況は以上になります。また次回も、お楽しみください。それではまた来週。それでは。